はいえー、昭和の俳優の訃報が続く中なんですけどもこの度はね渡辺徹さんお亡くなりになったみたいですね渡辺徹さんってそんなに年だったかなと思ったんですけどもなんと61歳私と10歳差ぐらいなんですよやっぱりねちょっと太り気味だった時期はあると思いますけどもでもおしなべて不健康体能には見えなかったんですけどもね渡辺徹さん、うん、数々のドラマで出演されて太陽にほいろでもねハードボイルなそのシリーズの中でまあ一種 ずっこけ役みたいなねあのゴレンジャーでいうとイエローのカレー好きのイエローみたいな感じを演じてくれてたのかなと思いますけどもその人柄と笑顔っていうのとあと時折見せるシリアスなねそのまなざしがファンの心を掴んだんだと思うんですけども61歳ね確かにしばらくなんか渡辺徹さんの名前が出てこなかったような気がしますうん検索も書けなかったですねいやでもちょっと敗血症ですか、うん 61歳茨城県出身そうだったんですねうんうん、なんかね「約束」っていうレコードが結構売れたような気がします私が中学か高校の頃だったと思いますけどもあとマカダミアナッツかなんかのねこうカリッと青春みたいなチョコレートアーモンド入りのチョコレートカルカム CM カリッって音が本当にねあれアフレコで入ってるんですけどもいやあの表情がねうん ハウスバーモンドカレーと並んで当時の人気の笑顔その秘訣だったのかなと思いますまあ2枚目俳優ってわけではなかったんですけどもでもかっこいい方だったと思いますねまあ若干小太りだったと思いますけどもそうですか惜しいとなくしたと思いますお悔やみを申し上げます